さあ戦国無双無印をやっていきましょうか。前回三方ヶ原クリアしたので今回は長篠の戦いですね。上ルートなんで、まあ難しい方ですね。服部半蔵の奇襲により武田信玄は三方ヶ原に散った。その子勝頼は信玄の悲願上洛を果たすべく行動を開始。だがその行く手に織田信長の軍勢が現れた。信長の富士腑に落ちぬ。こんな時親方様なら。第3話長篠の戦い。燃えろ槍よ、我が魂の炎となりけ。さあということで長篠の戦いですね。悩ましいっすね武器。いやこれでもねいい気はするんですよね。こっちでいくか。安定の方で。こっちはマジでねモノハの剣だもんね。モノハの剣かどっちもいいか。やばいんだよね防御力ないから。ハイパー武将と戦ったらもうすぐやられちゃうんだよね。こっちでやってみるか。で運持ってこう。運持ってってこれ何。騎乗防御力、攻撃力、騎乗防御力の方がいいな。まあもうみんなやられるからねこれ。山形は強制敗走、内藤、馬場、原ちゃん、土、小山田。小山田はまだ耐える方か。いやほとんどやられるんだよな。家康がね本田忠勝とかいるけどハイパー化が前田慶次なんだよね。懐かしいなこの BGM、 久しぶりに聞いたわ。全軍突撃、武田騎馬軍団の部世に知らしめよ。殿思いとどまりくだされ。敵の馬防柵破ること容易ではありませぬ。雪村よ、長篠はまだ若い。まずは長篠の城でも攻略しておるがよい。まあ、長篠はねあのさっきの三方ヶ原と全く同じマップなんで。若さ、若さ行きますか。敵勝て。皆の者かかれ。まあ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 いいか。負けるわけにはいかぬぞ。武将戦どれぐらい減るんだろうか。手強いようだな。あまあまあまあそれなりに減るな。この武器でもいいっすね。皆の者これにね攻撃負荷があれば完璧だったんだけどね。あいやいや十分減るわ。ちなみにユニーク武器はあれなんですよね、無双演武一度クリアしないとゲットできないんで、まあ、この縛りでは取れないですね。手強いな。さあ属性を使ってこう。固定ダメージなんでハイパー化にはちょっと強く出れるとは思うんだけど。オッケー、強いね。やっぱ衝撃波がさ連続で発生してくれるとコンボつながりやすいんで強いっすね。遅れは取らぬぞ、続け。さあ地獄の始まりだわ。押されているだと。バカな。地獄の始まりだわ、地獄の始まり。絶対絶命になるんだよなこれ。撃て。さあ変わらぬ者よ、裁きの時ぞ。さあこれで強制敗走して突撃を続けよ。バカなんだよな。敵の弾込みまでに信長の本陣に突っ込むのじゃ。どん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 やられていきますこれ。押されているか。押されておるのか。ひるむな。しかしどうしようかな、まあ、まず上からかな。上行って玉手箱取って、まあ、光秀で倒すか。手強いようだな。
瞬殺だもんな。弱すぎなんだよな、ここ味方弱すぎよ。弱い敵のようですね。押されておるのか、ひるむな。もう内藤もやられたし、やばいよね。参る。なぜだ、なぜ打ち破れぬ。火縄の玉込めの間に牙が届かず、打ち手が交代することで連射は可能になる。一人の猛将はもはやいらぬ。血と数が全てを制す。かまて箱じゃなかったですね、武器でしたね。これ武器だったわ。ババやられた。いやチャージ読んでもちょグレンが欲しいっす。やばい、伏兵だぞ。伏兵も倒さんといけねえなこれ。そんなに愚か者よ、とどめを刺してやるがいい。あいつ動いたらピョンピョンうぜんだよな、ピョンピョン。マジか。いや光秀の正気早いな。当たんね。いや本当にうざい、あいつうざい、マジでやってる。おっしゃ、やばい、刑事来てるな。なんとか倒したけど、刑事行かないとダメだな。見事な手前、引かせていただきます。あれ回復、あれ落ちなかった。まだまだ生きてんの周り頭。こいつか。やばいやばいやばい、ご無事で。刑事早すぎ、しんど。あ、ハイパー化してねえじゃん、ハイパー化してねえじゃん。どうした。うわ、くのいちまでもが、あれハイパー化してるかと思ったけど、してないんだね。勝頼さんだ、君は綺麗にしてやるかい。よかったよかった。いやーこれね、無双で気絶するからな。あんたが噂の真田幸村かい。いい男ぶりだ、厳しいね。前田刑事の診断部下だったら本当にやばいだろうな。いやでも食らいそうだな。いやー強いわこれ、カウンターだな、カウンター。やばい、無理だ。いやこれ止めれるか。光秀無視でいいかもな。いい戦だった、またな。光秀無視して、まあ、先にこの伏兵から倒してた方がいいかもしれないな。だってもう終わってるもん、戦力差終わってるもん。何これ、敗れたか、戦に。やばいからこれ、普通におかしいもんな。いや剣ある、剣ある。え、鉄砲やばそう。せめて貴様だ。
ほんと、せめてお前だけでも倒したいわ。これは終わってるわ、でも。こうなるとまずいよね。なんだこれ、いいね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 。もう少し知らなかったら、どこ行った、倒した、やばっ、回復する、あいつ。もうすぐ回復するんだから、もうダメだって、その回復量おかしいからね。仙人どこ行った、仙人も、あいた、危ねえ。オッケーオッケー、よし、撃ち取ったり。まだまだ来るな、でも。庭長いでか。あ、でも関節防御あるからまだそんなに食らわねえな。ここは一度お引きください。鉄砲多すぎ。殿、ご縁、引けないだろこれも。絶対絶命だもん。おいおいおい、厳しいって。ああ痛い。いや、鉄砲から撃たれない位置に移動したいな。やばい、緊急回避間に合わねえ。よし、倒した、撃ち取ったり。周り頭がいる、欲しい絵が来た。いや、突入いる、突入やばい。突入はまずい、突入はなんとか倒さないと。いいね、いいね、いいね、いいね。いやー、マジか。うわー、いって。いやー、でも防御のおかげであんまり食らわないね。防御力もほんと大事だな。いや、絶対これ撤退できないでしょ。全然食らわないもんな。いや、食らってはいるけど、さっきとは比べ物にならんの。味方担えると俺しかいなくね。何これ、何このステージ。おかしいもんな、配送の仕方が尋常じゃないもんな。徳川軍倒せねえとこれダメだな。いやー、攻撃ふらつくのつらいな。よし、オッケー。またいるし。前田刑事、あれなんでハイパー化してなかったんだろうな。なんかあれなんか条件があったんだっけ、ハイパー化する条件。味方全員生還してた時なんかハイパー化してたような覚えあるんだよな。援軍にいるだろ今。来た、攻撃2倍。頑張れ頑張れお前ら。やばいなやばいな、タツ来てる来てる。あ、特大やつでハイパー化してんの。
特大エースハイパー化しとる。待てよ、家康これパワー上がってね。家康と信忠と一緒に来られるの鬱陶しいな、これ。忠勝が近くにいるね。やばい、勝頼。OKOK。危ない。忠勝はこっちはハイパー化してないから。僕はイエスだな、危険なやつは。いってぇ。殺しきれるかな、これ。OK。倒した。勝頼どこ行った？勝頼やばい、何？ちょっと待って、鉄砲多すぎ。うわ、えぐいわこれ。ナイスナイスナイス。いやー、これやべえな。でも何上がってる？アタック2倍か、あいつ。逃げて無双乱舞で、待って、カツエル俺を置いてったぞあいつ。もう一回攻撃2倍の状態でやりてえな、危な。いけるかなこれ。間に合え、オッケー。うわやばい、オッケー、倒した。あ、到達するんじゃないこれ。やばいやばいやばい、痛い痛い痛い。こいつ終わったし。ここで来ればもう安心であろう。鍵へ戻るぞ。なんというありさま、これがあの武田軍なのか。ふざけんな勝頼お前。いや、まあぶっちゃけね、武器2つ取れてるから、まあいいっちゃいいんだけどさ。戦う心があれば負けはしない。まあ確かにね、味方いたところでね、ダメだもんな。まあ一応欲しいやつ、いやでもね、柴田勝家がな、これ武器持ってたんだよな。やり直したところで変わるかなこれ。どの道味方が敗走するから、結局この状況は変わりないと思うんですよね。一定時間内に織田信長を撃破せよっていうミッションをやればどうなんだろうね。もう一回やろうかな。いやどうすっかな。もうやんなくていいな。うん、だって強いもんこの武器が。やる必要がないもんだ。これでいこう。いや結局武田信玄じゃなくて武田勝頼に逃げられて終わると思うんですよね。だから下のねアイテム2つが取れないんだよな多分これ。あ、体力上昇はいいな。これでいこうか。もう
ポイント少なさすぎよ。巻き込み、さっきの武器属性ついてたっけ。いやー最大体力かなこれ。最大無双でいくか、これでいくか。いや全武将は倒せんなこれ。この道やっぱあの状況になっちゃうもんな。味方なんて救えないもんな。よし、長篠の戦いはこれでクリアにしようということで、次回はね上田城防衛戦ですね。じゃあご視聴ありがとうございました。